に暗くあそうした暗くした今日よくしてきた。そう、色落ちしてたから。前回よりでもちょっと明るい感じにした。前回より黒くはない感じにした。カットしてない。長さは勝手に毛先揃えるぐらい。だから若干は短くなってるかも。毛先ちょっと揃えたらでも若干なってる。うん。暗くしてきた。雰囲気変わる？変わるかな。そう、予知してたんだよ。2ヶ月くらい経ってたから。うん。そう。うちってやったから。すみません。で一番長い、え、もっと長い人いるよ絶対。で今ここぐらいだからもっと長い人いる絶対。誰かわかんない絶対いる。みゆちゃんとか長くなかったっけ。みゆちゃん、ゆりなちゃんとか私より長そう。ガムガムはね、今日の朝食べたから、ね、あとこんだけ一個だけ入ってきたから。あ、うわ、落ちるとこやった。一個減った。朝食べた。早く明るくして、今はね、そうだね、今なんかなんとなくだけど、なんか暗めの髪色の気分だからそう今はね明るくしたくなったらするかもわかんない。でも今はそれ予定はない。まあ今日染めたしね最近はそう暗めの髪色の気分だから暗くしてるけど、暗くもしなしたくなればするかもしれない。わかんない。今はそういう気分だから。それめちゃ関係ないけど、スクショ、あ、それスクショできなかったの。てかあると思ってたらイベント終わってからもう表示されなくって、あると思ってた、スクショできなかった。してる方いるのかな。私も暗いね。暗くも私似合わなくて、暗いっていうかね、な、授業より暗い色が似合わない、真っ黒みたいな。え、これはね、次より暗くはないんだ。前回の色も次元に近いぐらいだけど、次より暗い色にいっちゃうとそれは似合わないんだよね。なんかね、そう、なんか似合わない、次より暗くしちゃうと。
で、より暗いのがあんま似合わないと。インナーカラーもしてみたいけどな、してみたいけどな、わかんないな、いつするかはわかんない。とりあえず今日染めたから、まあ一旦はしないよね。一旦はしない。ポニーテール、ポニーテールってそんなしない、そんなにしない、年中そんなしないな。8の日の髪型どうしよう、まだ決めつないかも。何にしようか。でもなんか軽く決めてるけど、これって言うんだな、決めてない、ちゃんとは決めてない。さては3年ぶりピエロ、3年ぶりの、そう1回しか行ったことないから、3年前に1回行ったのと、1回行ったのしかないから、それぶりにピエロに行く。遊ぶ時間あるのか、メンバーが、いやメンバー遊ぶ時間なさそうだけどな、遊べなそうだけど、メンバーは分かんないけど、なさそう。バタバタ、絶対バタバタだと思う、朝からみたいな。朝絶対無理じゃん、コンサートライブ前はリハーサルしたりとかだからでして、本番やるでしょ、で本番やってたらもう絶対時間ないじゃん。だから多分いけないな。どこ行った、そう時間なさそう。そう、終わった夜のさ、イーストの方が終わった頃にはさ、これ終わった後のあれピューロお遊ぶとかでやんなんねんだろうし、まさそう。一日配信したら、8日は朝はできないから、確実にできないから、朝夜かな、できない、朝絶対に、朝絶対早いから、うん、朝できなさそう、配信だから夜かな。朝ね、そう、今日ひなこと、今日ひなこいて、いるか、レッスンだから、リハとかしてて、いろいろの時に絶対朝早いねって言って話してた、当日これやばいねこの日とか言って、そのぐらい朝早いから、絶対無理だ朝の配信は、無理。いくらみたい、広公園10時で、夜公演実施めちゃめちゃ短い、あ確かに3時間、確かにね、確かに、
なんかあれだな、ウルフしてみたいな。なんかさ、ロングウルフ、でもロングウルフってあれかな、大変。こうさ、こうダウン入れるからさ、ショートのウルフしたいんだけど、いつかはショートのウルフしたくて。でも長いウルフってさ、でもさ、成人式があるんですよ、私は今年。成人式ウルフにするとさ、なんか髪のさレパートリーね、短くなりそう。短く、少なくなりそう。短くって言っちゃった顔短くじゃないわ少なくなりそう。うん、そう、成人式終わる前だ。でもこれかな、してみたいけど。え、そう、ウルフ、そう、なんかショートの、ショート、こうなんていうの、ここぐらいのウルフ、短めのウルフ、なんかがっつりなウルフじゃなくって、なんていうの、がっつりじゃない、ちょっと襟足が長いみたいなやつをしてみたいんですよ。で、私ボブは似合わなくって、髪の量がちょっとなんていうの、普通より多いから、ちょっと多めだからさ、似合わないんだよね。僕、りんちゃんが、あ、りんちゃん、りんちゃんのやつよりもう一人ナチュラルなウルフ、僕似合わないんだよね。僕の自分はそんなに好きじゃないからな。でもショートにしてさ、そっから伸ばすってなれば確実に僕を通るからさ、あれなんだよ。そう、短いとしてウルフにしてみたい。でもなんかウルフって言われればウルフぐらいのウルフなんていうん、そんなウルフ、なんか入れるし、ここら辺外羽でみたいな、上側こう内に入れるみたいなぐらいしたらウルフに見えるぐらいの、なんだろうな、がっつりなウルフじゃなくってみたいな、めっちゃナチュラルなウルフがしたい。似合うか分かんないけど、ボブが似合わないから、似合わないっていうか私があんま好きじゃないから、自分の演奏してみたいのはあるんだけどね。まあでも、まあ正直終わるまでは切らない。意識は長い方がやっぱいいかなみたいな思ってから切るとしたら、そのうちにキャンディーヘアの、キャンディーヘアって何、あ、玉ねぎヘア、あー、あれ、じゃあいつかいつか姫カット、姫カットはいいかな、私姫カットルルフのがしたい。そう、ショート、今までで一応短くって、こう顎下くらいのボブかな、ボブでそんなにこんぐらいねえ、うん、ウルフと姫カット、姫カットはなんかこの遅れ毛がこうめっちゃこんな感じなんですよ、このぐらいの太さでこうやってあるやつで、ウルフはなんていうの、こうめっちゃレイヤー段が入ってるやつで、襟足が長い、ここら辺もなんか姫カットもパツンって感じだけど、ウルフもこうやって、なんていうのなんていうの
うん、違う、全然違う。一番短いのが顎下の部ぐらいやったかな、前に中学生ぐらいの時やった気がする。入る前、エイトに入る前。うん、やってみたいんだよね、ちょっとウルフ。でもウルフね、でも似合わなかったらあれなんだよなと思って やってみたいけど、顎下のこの部分以上短くしたことない。ここぐらい一番短くって、一番短い時の写真ないね、ない、持ってない。うん、一番短い時のさ、一番それ携帯持ってなかったから、なんていうキッズソーみたいな、みんな兄弟で使う共用のスマホしか持ってなかったから、エイト入ってスマホ持ったね、自分の。そう、なんか努力してみたいんだよね、いつか。まあ来年だけどするとしてもめっちゃ先うん、時間制限ある。そう、時間制限、なんか何時間か使ったらもう使えなくなるやつ、携帯勝手に電源切れちゃうやつ。だから写真持ってないや。メイトに入った時ある程度伸びてたから、あれ伸びてた今回だと乾かすの、あ、時間10分ぐらい、10分前後、10分かかんないかな、うん、10分ぐらいかな、大体8分から10分ぐらい。でもなんか、でもなんかそれがもう普通だからさ、ずっとなんとも思わないよ別に。長いとか、長いんだろうけど、その短い人に比べればちょっと長いけど、まあ長いと仕方ないしね。ウルフ似合うと思う。ウルフそうやってみたいんだよね、いつか。ウルフめっちゃかっこいい系のウルフじゃなくってさ、そうなんか可愛くも似合うようなウルフがしたくて、だからがっつりのウルフだとさ、そんなかっこいい感じの視界さ、なんか着れなくなっちゃいそうだから、服がなんかナチュラルなやつがしたい。うん、リナは今すぐ、今すぐはしない、今すぐだって今切っちゃったら成人式まで伸びないじゃん伸びないじゃん、だってあと、え、あと5ヶ月、5ヶ月後ぐらいに成人、だって8月6日だからさ、え、そんぐらいだよね成人式って、わかんないけど9とかそんぐらいかな、1月、そんぐらいだっけでもあれだよね、なんか初めの方だからさ、もう5ヶ月ぐらい。いや成人式は長い方がいいよ
月後か正式。3ヶ月後に私も二十歳だもんね。早っ、早い。お酒が飲めるようになっちゃうんだよ私も。いや成人式は長いままがいい、成人式は長いのがいい。着るなら終わってからだから。ルネッサンスできる、そうできるになっちゃうんだよ私が。いやどっちなんだろうな、私はお父さんに似るのかお母さんに似るのか。さあどうでしょうね。お母さんは多分普通なんだけど、強い方でもそんな普通だと思う。お父さんがマジで一滴も飲めないの、一杯とかのレベルじゃない、一滴もって感じ。本当に飲まないから普段。そうなんだから、だからどっちに似るかだよね。お父さんが飲めないからさ、お母さんがさすごい強く見えがちなんだけど、多分普通だと思う。そんなにお母さん普通。お父さんが本当に飲めないから、お母さんが家とかに飲んでたり、そういうの見たらお母さん強いのかなと思っちゃいがちだけど、多分普通だよね、よく考えてみれば。さあどっちですよね。どっちに似るのか。そのお父さんは全然ない。注射の消毒でもかかんない、いや注射の消毒はなんなそうだよな、まあ、分かんないけど、そんなお父さんと一緒に注射しに行くことがないからさ今。分かんないけど、で普通のアルコールとか使ったりする、消毒用のは大丈夫だから大丈夫なんじゃない、そういうのは。なんで見たの酒、わかんない、お酒私全然わかんないんだよな。え、お酒もいろいろあるもんね。九州に立つ夢、九州の人、確かによく聞くけど、お父さんも九州の人だけどさ、お父さんは佐賀の人なんですけど、お父さん全く飲めない。お父さん側のさおじいちゃんおばあちゃんもそんな飲まないから、そこまで。あんま飲む、おじいちゃんは飲んでたから、飲んでたっけな、あんま覚えてないな。お母さん、お母さん側のおばあちゃん、お母さんの方のお母さんのお母さん、おばあちゃんはそうなんか飲んでたり、なんかそのおばあちゃん家でご飯食べる時が、食べたりしてる時があって、よく週1ぐらいで行ってる時があって、その時よく飲んでたけど、最近はあんま見ない。おばあちゃんちの冷蔵庫にさ、ちっちゃめのさ缶のさビール、ビール、あの銀色のさ、あの見た目のさビールが何本か置いてた。でもお母さんビール好きじゃないから飲まないんだけど、おばあちゃんしか飲まない。そう、おばあちゃんはそれいつも飲んでたの覚えてる。おばあちゃん家にはそのお酒しかなくて、いつも。おばあちゃんだけが、そうたまにそう行った時に、おばあちゃんとお母さんが飲んでるたり、おばあちゃんだけ飲んでたり。さあ私もあと3ヶ月で、3ヶ月後にはもう話したからね。おばあちゃん、おばあちゃんお酒強いのかな、わかんない、うん、私がさそんな、まあ、20歳じゃないからさ飲んだことがないからさ、こう強いとかさ普通とかの基準があんまりわかんないんだけどさ。わかんないんだよな、まあ、
基準がどうなんだろう、強いのかな、わかんないな。絶対にお父さんほどさ飲めない子はないと思う。なんかお正月にさ飲むさお酒みたいな、なんか年を取るみたいなやつあるじゃん、わかる、お正月にする行事で、それでみんなね、みんなほんのちょっとだけね飲むの、なんかその飲むやつがあって、なんか儀式、なんていうの、そうお正月にするやつ、なんていうの、そのなんか大人とかは普通のさこうなんかすごいさ平たいさお皿みたいな、こうコップじゃなくてお皿みたいなやつにさこう入れて、そう入れてもらって、ついてもらって、お父さん、あ、そう、それ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 、どうぞ、そうね、やるのね、そうそうそう、お父さん言ってたわ、それ年を取るっつって、そのなんかその佐賀のそのおじいちゃんおばあちゃんの家にいた時だけやってたんだけど、そうおじいちゃんおばあちゃん家そのセットみたいなやつがあってやってたんだけど、なんかそうみんな飲むやつがあって、お父さんだけ飲んでなかったえだよ、なんかそうなんかね、子供はちっちゃいやつ、こうなんかさだんだん大きいやつからさこうちっちゃいやつが重なっててさ、ちっちゃいやつに入れて、一番ちっちゃいなんか上に乗っかってるやつ入れてほんのちょっとだけ飲むみたいな、そうやるの、そうで大人はこう中ぐらいのやつとかさ、そうお父さんだけ飲んでなかったそうそう、でも佐賀のおじいちゃんおばあちゃんち行った時しかやんないけど最近やってない、そういうやつでちっちゃいやつにね入れて、お母さんとかも結構大きめのサイズのやつ言ってたけど、大きめって言ってもそんなにあれだけど聞かない、なんていうの、中ぐらいとかそのくらい、そうなんかね、そのセットがおじいちゃんおばあちゃん家になぜかあって、毎年毎年じゃないね、行った時はやってた、そのお正月に行くこと多くて、おじいちゃんおばあちゃん家行った時やってた、それやって、そまずそこでそのおじいちゃんがねいつもついてくれるんだけど、ついてもらってそれ飲んで、そこで飲んで、お父さん飲んで、で次に次になんかイカと塩と昆布とみたいなのが置いてあってね、なんか 3,4 種類なんか置いてあってでそれをこう手に乗せてもらってそれを食べるっていうやって、で次になんか鏡餅みたいなの置いてあって、なんかそれなんかこうなんかこうなんていうのこうなんかお辞儀みたいな、こうなんていうなんかやつしてみたいな、でその隣になんかお米がいっぱいねこう乗ってて、それの上にみかんと干し柿が2粒分あって、そのみかんと干し柿もらって終わりっていうみたいなやつやってたでもその佐賀のおじいちゃんおばあちゃん家に行った時しか行ってないけどそれ年を取るってやつやってた、そうでそれでお父さんだけお父さん飲まないっていう、みんな飲んでた、みんなでもなんか弟とかは結構ちっちゃい頃は飲んでなかったけど、そうめっちゃちっちゃい頃とかはねさすがにね飲んでなかったけど、大人で飲んでないのお父さんだけだったなんかそれするって、懐かしい、最近やってないわ。
佐賀の、いや佐賀の伝統っぽくないよな、なんか、え佐賀の伝統わかんないな、えそうなのかな、わかんない、なんかね、なんかちゃんとしたセットみたいなさ、なんか、なんか難しいけど、鏡餅のさ、こうした鏡餅とか具材みたいな木のさ、わかる？木の台みたいなやつ、難しい説明が、なそういうやつがいっぱいあって、それの上にそのさっき言ったさ、なんか塩と昆布とみたいな。こう置いてあったりとか、そうお米とかのやつとか、そうおとそがあって、そのなんか塩と昆布とかのやつがあって、で鏡餅があって、あれだった自分は忘れちゃったけど、そのなんか干し柿とかのやつ、あなんかそう年を取るって言ってそれやってた、そのなんかお正月1月1日にお昼ぐらいにおせち、お昼ご飯食べる前ぐらいにそれやって、みんなでおせち食べるっていう、イカ生じゃない、あのなんかスルメみたいな焼いたやつ、なんかちっちゃくカットして、それうんそうそう懐かしい。私干し柿が好きだからさ、唯一ドライフルーツ、ドライフルーツ、そうなんかの中で唯一好き干し柿が干し芋あんま食べないから、あ今はもう分かんないけど、干し柿好きで、うんそう干し柿余ったのもらったりとかしてた。なんか干し柿の中にこう種入ってるじゃん、あれがどっちだっけな、え奇数偶数だっけ、どっちかだったらいいみたいな、なんか言ってた、忘れた、奇数かな偶数かな忘れちゃった、その種がどっちかだったらいいみたいな、毎日干し柿が好きってのこの教師、そうこの教師のこれ、それでそのなんか結構何年かに1回行ってたから、それで好きになった、それ以外でそんな食べる機会ないもんだってそうなんかね、種の数がキスかグスどっちかだったら、どっちだっけな忘れちゃった、最近やってないから、最近行ってないんだよね、お正月におじいちゃんおばあちゃんち、何年かここ行ってないからさ、なんかそうどっちか忘れちゃったけど、そう種数えてどっちかやったらいいみたいな、そうそういうのがあった、えなんか佐賀だけのやつなのかな、知らないな、でもえなんかさ、そのなんかもう佐賀のおじいちゃんおばあちゃんたちはもうなんかそういうさ、なんか儀式みたいなやつしっかりする感じのお家だからでやってるだけかと思ってた、そういう佐賀のやつってよりかはこうそのお正月すごいしっかりするから、そういうのそういうのをしっかりやってるだけ、なんか昔ながらに出てるやつやってるだけだと思ってた、儀式のやつ普通に全国でもあ同じなんだ、あそうなんだそう。干し柿、いや自家製じゃない、なんか買ってきたやつ、全部買ってきたやつって、そう昆布とかもイカとかもそう、なんかハサミでカットしてたもん、おばあちゃんがちっちゃくカットしてくれて、それはなんかさこうお正月のさ、お正月とかに使う、なんかさ長いお箸あるじゃんこれかな、長いお箸、そうあれでそうこうおじいちゃんがなんかその不思議みたいに進めてくれるんだけど、そのお父さんついてくれて、で次隣行ってみたいな、そう手出してこうやって手出してで手の上にその塩と昆布とこうイカをお箸でさこう乗せてくれて、それ食べてみたいな、
人間の癒し、なんかそんなやつうまくやってた。そう、ちっちゃんおばあちゃん佐賀の方はなんかね、なんかそう、そんな結構しっかりやる方のお家だったか。なんかよくわかんない、なんかよくわかんない着物とかがあったりなんか怖めのお面が飾ってあったりそうわーっと、なんかすごい、なんか壺みたいなやつが置いてあったり、よくわかんないけど、なんかそのなんかこう歴史的価値があるやつとか、そのわかんないんだけどさ、なんか置いてあったり。しかもね、そのおじちゃんおばあちゃん家にいた時に寝る部屋にめっちゃ怖いお面が飾ってあんのよみんなで布団敷いてそこに寝るんだけど、その家族6人4つぐらい布団敷いてみんなで寝るんだけど、その部屋にね、なんかすっごい鬼のお面みたいなやつ、角が生えた白い顔のお面みたいな飾ってあって夜その株見たらいるのよ、寝るとき鬼みたいな、ハンニャかな、なんかわかんない、忘れちゃったけど、ずっといるんだよね嘘だからね、一人でいるときあの辺ママ怖いんだよな、なんかいろんな、なんかね、変なあれなんだろうね、なんか歌舞伎のこうなんか置物みたいな、わかる、歌舞伎なんかあの歌舞伎のさ、あの衣装とか着た人形みたいな置いてある置物みたいなのがこうなんかさ、ガラス張り、プラスチックかな、わかんないけど、なんかああいうさ、こう周りが透明になってる箱で置いたに、こう中に入れて置いてあったりとか、なんかいっぱいあるわけじゃないんだけど少しだけあってさ、なんかまあまあ不気味一人で行ったら怖い、普通に。しかもね、そうこう部屋に入ってこう、なんて、一応入って右側にお面があるでしょ、左側にそのなんか置物系がちょっとだけあって囲まれてんだよねそう、なんかよくわかんないけど、高そうなの、高そう、なんかすごそうなのがあるそうあるんだ、おじいちゃんおばあちゃん佐賀の方は。お面白だったかな、そう置いてある、なんかわかんないんだけど、聞いたことがないから、これ何とか聞いたことないから、なんかずっとあるからそう聞いたことない、なんかずっとある、なんか壺みたいなやつあったりとか、なんかすごいやつなのか全然わかんないんだけどなんかね、多分ずっとなんか気づいたらあったっていうより、なんかずっとある、私がちっちゃい頃から多分そう、お面がめちゃくちゃ怖いな、ほんとお面が、あれ
たい系、やりたい系あ、ありそうだけどな、わかんないよ聞いたことないなんか何枚かはありそう、1枚はありそうで、わかんないけどわかんないけど価値あるか、価値ある、どうなんだろうね、わかんない、なんかそういうの私も全然わかんないしどうなんだろう、ずっと飾ってんの、人形、人形はね、そのさっき言ったの歌舞伎みたいなやつみたいな衣装着てるやつで、あのさ歌舞伎の何個かあるやつ、あの特徴的な髪型のやつがある、あれがあると飾ってある、そのお部屋に、うん、最近行ってないかな、佐賀、そう最近行ってない、今度行った時聞いてみようかな帰って何なのってそれまで聞いたことなかったんだよな、なんかクラ、クラ、クラってなんだっけ、なんか倉庫みたいなやつ、昔の、それはわかんないな、なさそうだけど、なさそう、でもそこまでなんかたくさんあるわけじゃない、その置物がちょっとあるぐらいなんだけど、でもその泊まるとき、そのおじいちゃんおばあちゃん家にさ、あのおじいちゃんおばあちゃん家に泊まるときに使う部屋、うん、泊まるお部屋にいっぱいいっぱいってかさ置いてあるの、それ以外に置いてない、置いてない、そうそう置いてない、多分多分そこの部屋に何個か置いてあるの鬼の、鬼みたいなお面が、そうでもその部屋しか寝る場所がなくて、その部屋に寝てるんだけど、泊まりに行った時おじいちゃんおばあちゃんちそうでもちょっと夜怖いよね、ピアス、ピアス開いてます、私見えるかな、開いてます、うん、ピアスたくさん、たくさんてかピアス開いてる女の子が好きで可愛くて、うん、いやもうね、物置みたいになってるじゃない、飾ってあるんだよね、なんかそう着物飾ってある、物置じゃない、物置のところもあるけど、それはねお面とかは飾ってある、物置にしてるんじゃないかな、知らんけど、いやそっちの方が怖いんだけどえ、ただただ飾ってるだけじゃなくって魔除け、え、怖っ怖っそっちの方が怖いよやだなそれ怖いよ
そう、でも最近行ってないからな。じゃ行った時に聞いてみる。え、聞いたことない。なんでか分かんないけど。なんかほんとずっとあるから、なんかさ、なんかもうあるのが当たり前みたいな感じだから、聞いたことないんだよね。なんかさ、いきなりあったりしたらさ、こう行った時になんか今までなかったのにとかだったら聞いてるかもだけど、なんかずっとあるからあんま気になったことがなくて、もうあるものみたいなとこにみたいな感じだから聞いたことない、なんでみたいな。聞いてみよう、今度行ったら。いつかわかんないけど。そう、なんかその辺あんま一人でいたくないんだよね。しかもちょっと広めの部屋だから、そこそう、みんなで寝たりとかできるようなお部屋だから、広めだから余計にあれで。今度行ったら聞いてみよう、いつか行った時。佐賀でも佐賀また行きたい。行ってない、ほんと最近行ってない、全然ここ最近何年か行ってないんだよね。そう、最後に行ったのいつだろう、ちょっと覚えてない。そう、覚えてないな。刀とか、刀なさそうだけどな。ありそうな雰囲気はしてるけど、和室だからさ。確かなかった気がする。ないと思う。もうさ、村井坂でのイベントがさ、いや、それ以外にも行ったよ。あの、そのおじいちゃんおばあちゃん家に行くのにね、坂に行ったけど、いつ行ったかも覚えてない。いつ行ったかな。覚えてない。そう、行ったりはしたんだけど、いつ行ったか覚えてないね。いつだろう。覚えてないよ。領収ない、ないないない、それはない。そう、覚えてないの、本当にいつ行ったか。佐賀もね、好きなお土産あるんだよね、佐賀の。それ、あの、どこの店だったかな、忘れちゃったけど、マルボーロと、あの、佐賀錦が好き。行ったらよくくれてた、おじいちゃんおばあちゃんが、お土産で。そう、私が好きなの知ってるから、私とか妹たちが好きなの。美味しいお土産、佐賀好き、佐賀錦とマルボロ。そう、マルボロってでもさ、なんかさ、いろんなさお店出てるよね。こう佐賀のどこにしたっけな、ちょっと携帯あった。マルボロさ、なんかね、あったんだよね。
店が、あ、びっくりした、反応しなかった。マールボール、マールボール。出てくるかな。佐賀で知る、見ると出てくるかな。なんかね、いろんなお店のやつ似たようなのがいっぱいあった気がする。どれだっけな、私が好きだったやつ。ちょっとわかんないな。あ、これだ。村岡屋？買ったことないんだよな、私自分で。いつもお母さんたちが買ってくれるかもらってたから。これだ、そう、この丸ボールを。村岡屋？ここの丸ボールがめっちゃ好きだった。最近でも全然食べてない。めちゃくちゃ好きでこれ。そう、よく食べてた。もらっておじいちゃんおばあちゃんに。最近食べてない、全然食べたい。そう、タガニシキの丸ボールが好き。味はでも大体同じだけど、なんかそのしっとり感か、なんかちょっと違う。お店によって味は大体一緒、似た感じの味だけど、ここのやつが美味しい。え、佐賀錦夢だよね。佐賀錦マルボールも夢か。佐賀錦なんかさ、2つぐらいあったよね、私。これなんか抹茶のやつ、普通のやつみたいな、なかったっけ。どっちも美味しかったし。佐賀錦、佐賀錦も美味しいんだよな。この2つよく食べてた、そのお土産でおじいちゃんおばあちゃんにもらって。あ、抹茶もあるわ、これが美味しい。これがあんま食べたことないかも、逆に佐賀の何かお土産みたいなやつ。そう、美味しい、これ。佐賀錦と丸ボール。イメージしてたの違った、佐賀錦？違った？和菓子、どっちもか、どっちも和菓子みたいなやつ。まあ、それ以外食べたことないんだよな、佐賀のお土産。佐賀行った時にいろんなとこ行かないからな。っていうと有名な YouTuber のイメージ。え、なんだろう。分かんない。その佐賀行っても、そのおじちゃんおばあちゃん家行って、そう、お正月に行くことが多いから、お正月ってさ、そんな出かけないじゃん。そう、お参り行って、初詣行ってぐらいだからさ。佐賀の大きい神社、有徳神社、有徳稲荷行ってぐらいなのね。お正月行かないからさ、そんなに、あ、わかんないんだけどさ。あ、釣りよか。あ、その方って佐賀の方なんだ。知らなかった、名前しか知らなかった、あんま見たことない。釣り、ああ、出てきなかった。釣りよかでしょ。うん、そうなんだね。
お前は知ってる。おばあちゃんもあらかとか、あらかって何？あらかって何？何あらかって。ね、私のその佐賀の方のおじいちゃんおばあちゃんはなんか方言混ざってんだよな。なんか佐賀のやつも言ったらなんか言うけど、福岡の方言も、福岡に住んでた時期も長いみたいな。そのおじいちゃんが結構昔なんていうの、転勤が多かったからで、福岡も結構住んでた期間が長かったみたいで、なんかね混ざってんだよね福岡とさ、あの佐賀の方言が。あ、やばいみたいな。聞いたことない気がする。あらか、なんかもジムのもよくして YouTuber 釣岡さん、釣岡でしょ、釣岡さんはなんか有名じゃない？めっちゃ見たことはないんだけどさ、もう名前は知ってる。めっちゃ有名じゃない？最近の方はちょっとさ、あのあんまり知らなかったりするけど、最近なんかこう有名な方とかだったりしたらあんま知らない方は多いかもだけど、結構前から有名だよね。なんか知ってる方は知ってるかも。結構違う方言？福岡と佐賀。でも佐賀の方言あんま分かんないんだけどさ佐賀の方言正直あんま分かんないんだけど、そう福岡の方言、何々バーテンとか、何々なんていうの、何々とみたいな。お父さんもそっち言ってるし、お父さんはそのおじいちゃんおばあちゃんと話す時そんな感じ、私たち話す時はそんな感じじゃないけど言わないの多いと全然語尾に糸がつかない。だからそう違和感お父さんが喋ってんのわかんないんだよね、何々とみたいな言わない。覚えた。意外とね違うんだよね、九州でも方言かなり。福岡熊本佐賀が似てるかな。でも熊本何々ばい、福岡もいいっけ。それ福岡とか佐賀の方言あんま言わない。置いた。何々言っちゃうけど、何々言っちゃうけどは宮崎かな、言わないね。もいた、近いのこ、近いのは近いけど宮崎とかな、置いた。そのなんかチャチチュチュチョを使う感じは近いけど違う。でもそう、結構違う福岡と、隣の県だけど福岡、全然言わない福岡で使う方言こっちそう結構違う、隣なのにねあ、ごちそうさん、じゃあランキング見ましょうか。13位からランキング見ます。13位、トッシーベビースターマンさんありがとうございます。12位、ラクラクさんありがとうございます。11位、アキヒコさんありがとうございます。10位、ジョークスノーさんありがとうございます。9位、ラスカールさんありがとうございます。8位、筋肉愛好家さんありがとうございます。次、7位、バトニーさんありがとうございます。
ぬくい、香港の春もアットマーク京川さんありがとうございます。次5位としなりさんありがとうございます。4位まるさんありがとうございます。3位とわさんありがとうございます。2位が、ラボーナさんありがとうございます。で、そして1位がインテリアクザ、インテリアクザおじさんのこともよろしくね、バイタカノンタさんありがとうございます。ありがとう、合ってるよね、読み方違う、おじおばのおじだよね。合ってるわ、ありがとうございます。明日、明日何時にしよう配信、あ、え、いやできる、明日この時間帯できる、明日も夜します、配信またできそうだったら今日ぐらい1時間ぐらいしたいな。ちょっとショールームをたくさんやするのが目標なので、1時間ぐらいできたなと思ってるけど、また夜とか以外もさできそうだったらこれからね、たくさんしようとは思ってるけど、お昼とかさちょっと時間がありそうだったら明日するか分かんないけど一日数回とかそういう日もあってもいいかなと思ってるから、まあできる時があればね、それは。まあでも明日夜、明日はとりあえず夜しますね、昼するか分かんないけど、時間があればぐらいで持っといて、まあ、夜はすると思うのでうん、58分、あと2分、あ、そう、で明日はちょっとたくさん寝てデリハーサルがあるから練習して、だからするか分かんないな、お昼時間があれば、いつもね、なんでだろうね、時間余裕持ってさ起きたりとかさしてるのにさ、バタバタなんだよね。今日バタバタすぎて、今日走って出てギリ間に合ったみたいな。いつもよりギリギリだった。いつもはちょっとバタバタするけど、なんだろうな。でもそこまでじゃない。こうやばいみたいな感じじゃなくって、あ、やばいな、ちょっと時間なっちゃうわぐらいで出るんだけど、今日はやばかった。今までで一番。ギリギリだった。そう、そう、ちょっとなんでだろうね、いつもギリギリになっちゃうんですよ余裕を持って起きるのに、なんでだろう、余裕を持って起きてゆっくり準備をしちゃうんだよねもう原因それなんだけど、うん、ゆっくり準備しちゃうね、だから食べないんだよね本当そう、だからいつもギリなんでだろうねって言いつつ分かってるんだけど原因そうそう、時間だ、じゃあ明日もできそうだったら22時台からしようかなと思ってるけど、23時台かな、それのできそうだったらそれまでしたいと思います。じゃあありがとうございました。おやすみ。